今日は久しぶりにディズニーに行くんです。え、最後に行ったらいつなの？あー、1週間ぶり？全然久しぶりじゃねえじゃねえかよ。久しぶりだよ、もう発作が出てるじゃん、ほら蚊に刺さる。というわけで、久しぶりのディズニーなので私の休日として、あんなことこんなこと全部全部楽しんでいきたいと思います。それでは、行ってみまーす。ちょっと待て、ちょっと待て、アイリー、そう簡単には遊ばせないよ。どういうこと？今日はアイニャの休日として普通に楽しんでもらうのは変わらないんだけど、そこに特別ルールを加えます。それは、声をかけられたら即帰宅。本当に帰るの？もちろん。いやでもね、言うても私ね、まだちんちくりんなんで声かけられないよ。大丈夫だよ、大丈夫。まあ企画だから。そうだね、普通に楽しみつつ、まあ裏ルールとして。わかりました、楽しみましょう。とりあえずもう早く、時間がないから。あ、けど今日ね、秘密道具を持ってきたんです。すごいじゃん。用意してきたの？バッグに仕込んできた。こちらでーす。気づかなかった、こんなの持ってきてたの？あ、結構あるから座れば。やばい、いつもかぶってる帽子持ってこられてる。こんな感じ？薄まりました。これないでしょ。今日ミニーちゃんがテーマなんだけど。いや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 。とりあえずなんか顔が隠れるかなと思って全部帽子をチョイスしたんだけど。こんな感じ？下向きで？いや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 。嘘。YouTube の第1話で登場したメガネ覚えてる？いや分かるよ、自分が買ったんだから。いや待って待って待って、これも持ってきてるし、よく見つけたね。パーン。いけてるじゃん。どう？目立たない？逆に目立つ。ダメ？あ、マシなのも何個か持ってきてる。じゃあ自分のベストをちょっと探してみて。決まりました、こちらにします。おお、さっきより全然わかんないね。本当はミニーちゃんが良かったんだけどね、変装って言うからコウスケちゃんが。コウスケちゃん。いや絶対バレないよこれ。バレなければ楽しめるからね。そうだね、じゃあこれでいきたいと思います。じゃあ行きましょう。アイニャンチューブ。これちょっと言ったらあれなんですけど、ここに来るまでに3人ぐらいにも声かけられてます。アイニャンチューブ見てます。 あ、 ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。あと一人さ、俺見て気づいたって人いたね。聞いたらね、ふーちゃんが気づいたって。なんか二人でいるとやっぱダメだね。だからやっぱり一人で歩いてもらってだね。そうだね、パークなら大丈夫だよ、みんなパークに集中してるから。歩いてるとこの声が目立っちゃうのかな。そうだね。もうすぐだよ。ちなみにあれ、今日久しぶりだけど何をしたいの？やっぱりパレードを見たいでしょ。で、パーティーグラマーみたいでしょ。カメラも持ってきたから写真も撮りたいし、ミッキーちゃんにも会いたいな。あとね、あれも食べたいし、あれも食べたい。あ、どれ食べようかな、どれ食べよう。あー、じゃあアイニャさん、はい、パークに入ったらスタートなんで、ここで一人で撮ってください。はい、じゃあねー。え、入った瞬間から？ということで、ちょっと休憩させてもらってから、もう一回始めましょう。わかりました。すいません。では、ちゃんと録画してるのを確認して、さあ、スタートします。いってらっしゃい。さあ、アイリの一人ディズニースタート、楽しんでいってきましょう。イエーイ。
暑いからこれぐらいの時間帯に来た方が結構いい感じですね。来ました、イエーイ。はずい。写真も撮っておきましょう。よし、いいよ、今日の一日の思い出を写真にも残していきたいと思います。さあ行きましょう。何しようかな。アトラクションも乗りたいし、ご飯も食べたいし、パレードも見たいな。うわ、風船もいいね。すごい、風船の下を通ってってみましょう。さあ、誰にも気づかれずに今、セレブレーションタワーへ寄ってきました。おいでおいで。アイニャンさん、はい、あっという間に声かけられてしまいましたね。そうですね、あの後ご飯食べてアトラクション乗ってパレード見てっていう風に喋ってる時に声をかけられてしまったので、ちょっと寂しい気持ちもあるんですけど、声をかけられるって嬉しい。まあちょっと楽しみたい気持ちもあったけど、まあ嬉しい気持ちが増する感じですか。そうですね、まさにその感じ。まあ久しぶりのディズニーどうでしたか。いい思い出になりました。なら良かったです。というわけで今日の動画は以上です。声をかけてくれた方ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。また明日行こう。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。あとツイッター、インスタ、ブログ、こちらもやってるのでぜひチェックお願いします。今日も一日ハッピーになーれ。